はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は緊急で動画撮影しております。私がメルカリで販売しているこちらの商品を、ヤフオク無在庫転売セラーに無断で販売されている、パクられているというご報告をいただきましたので、その内容について説明、解説させていただきたいと思います。まず私が販売しているのが、ローランドノイズイーター NE10 というものなんですが、こちらがですね、パン。 見てください。写真も全部パクられているんですよ。これうちの床ですし、うちの薪尺ですし、私の手なんですよね。おそらくツールを使ったメルカリ商材をヤフオクで転売しましょう。無在庫転売しましょうという、まあ、カスみたいな塾か何かのやり方をそのまま踏襲されているんだと思いますが、文面も全部同じなんですよ。パクられたページ、見てください。ご覧くださりありがとうございます。当方本商品品がが、初めての出品となりますが今ます今でヤフオク の不要品売買やまあ、全く同じことが書いてあるわけです。ひどいというよりは youtube で発信をしているネット物販工事のメルカリをパクるっていうのはまあ、アホかとしか一言では言, <laughs> 言いようがないですよね。このような形で晒されますし通報しますし通報するだけではなくて拡散しますのでこういったやり方はやめてくださいと。他にもこの LA-LSP782413 は色々な商材を出されていますが おこながしの可能性が高いですこの方の特徴として何から何までパクる傾向がありますので例えばこの商品に関しては商品のタイトルをコピーしてメルカリにその文字を入力し検索してみると全く同じものが出てくるというのが分かります例えばこちらの画像とこちらの画像の光の映り込みなども全く同じですねガーシー山頂で言いますとお LA LSP78241 聞こえてますか 笑えお前舐めとるんちゃうんか俺どれだけ港区の物販セラーで友達おると思っとんねん7000人友達おんねんぞお前言うたよな俺はお前を潰そうと思ったらお前の取り巻きから潰してく晒してくそれが一番効果的やからだからお前な今からでもいいから謝罪してこい一度 DM してこい まあそんな感じですかね。ただ最後に、一つだけネット物販セラーとして付け加えさせていただきたいことがあるんですが、悪を憎んで人を憎まずって考え方があるわけです。いけないやり方なので、名前さらしましたけど、この方に怒ってるっていう気持ちはないんですよね。というのも、もしかしたらこの方もですね、悪徳のヤフオク無在庫転売塾だとかスクールの被害者の可能性が少なからずあるからです。右も左もわからないネット物販の世界、 の中でこういういいいやり方がいいんですよこのやり方でいいんですよって言われると、薄々うす違和感を感じながらも、そのやり方じゃないといけないんだっていうところまで洗脳されてしまって、このメルカリの商材をツールか何かでかっぱらってきて、ヤフオクで無在庫転売するっていうやり方で、どうにかこうにか自分の生き方を模索しようとしている方の可能性だって、 あるわけです。このやり方、正直商売にもなってないです。商売っていうのは、大見商人の格言にもある通り、売り手よし、買い手よし、責任をし、三方よしの考え方で遂行できるものでなければいけないにもかかわらず、そもそも販売しているヤフオクの規約違反である無在庫転売をしている地点で、もう最悪な手法と言わざるを得ないんですが、だからって、この出品者の方が最悪な人だとは全く思っていません。だから少なくとも、軌道修正できる余地があるのであれば、物販やるんだ たら真っ当な物販やってくださいしっかりと自分が販売するプラットフォームの規約ルールを読んでそれにそぐわないことは絶対にしちゃいけないってことですまたこういった動画を出すとヤフオク転売ってクソだなって思う方もいるかもしれないけれどもヤフオクで真っ当な販売をしている方ってたくさんいらっしゃるんですよ例えば実際に中国からちゃんと商材を仕入れて 在庫がある状況で販売している方だとか、リサイクルショップの方が実店舗だけではなくってインターネット上ヤフオクでも商品を販売するというやり方でも使われることもありますし、なのでヤフオクで販売してるからダメだとか、ヤフオクで販売している人たちっていうのはうさんくさいっていうのも思わないようにしていただければ幸いです。というわけで今回私がメルカリで販売している商品がヤフオクで丸パクリされていました。文面も画像も何も かも丸パクリされていましたそしてそのパクってる人は LALSP782413 ですという話をさせていただきました。最後に今回私に報告してくださったのは MZK パトロール対策はプロフ参照さんです。この方の URL も下に貼らせていただきます。ネット物販講師としてお恥ずかしい限りなんですが今回自分の商品が無在庫転売に流されていたっていうことをこの方の報告がなかったら私も気づくことができています ませんでした。迂闊でした。なので、ご報告いただいたことに心より感謝させていただきたいと思います。最後までご清聴くださりありがとうございます。失礼いたします。